いや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 、来ちゃったよまた。歌わないですか？あ、今日はね、はい、歌わない。歌わないですか？やーの、聞けると思ってたのに。歌ってよ、ちょっとだけよ。僕の妹なら愛一筋に生き抜いておくれ、一人の人に小さい頃。なんだよ、 YouTube 歌わせてくれよ。歌えって言ったり歌うなって言ったり。見たよインスタグラム。あ、え、本当ですか？なんかお台場で水着になってたじゃない。お台場、あ、サップでね。びっくりしたよ。びっくりしたんですか？フォローしてもらったからどんなこと載せてんのかと思って見たら水着姿ですよ。ね、サップします？サップすることあります？サップ、うん、スタンダップパドル。スタンダップパドル、スタンダップパドルっていうんです。スタンダップパドル、スタンダップコメディみたいなやつで、スタンダップパドル、パドル、うん、スタンダップパドル。ああ、あのなんか漕ぐやつ。そうです、うん、あのボードの上で。ああ、僕はやっぱね、うん、クルーザーだから。ああ、そうだ、クルーザー似合う。僕はクルーザーですよね。更新サークルだから。何ですか、更新サークル。更新丸っていうね、船があるんで、はい、もう燃えちゃったけどね。あ、燃えちゃったですか？あれ、まあ、why？ 僕の船は燃えて沈みましたって英語で言ってもらっていいですか？なんて名前でしたっけ？ My ship？ My ship？ 更新丸？更新丸 was sink in the ocean。 これ燃えたってのも入ってる？あ、言ってない。あ、my ship 燃えて沈みました。あ、そうか、 my ship 更新丸 was burned and sink in the ocean。 悲しいね。うん、悲しいね。なんだっけ、 my ship 更新丸 was burned and sinkIn the ocean. 悲しいね。I'm so sad。 いや、悲しいよ。2018年の4月1日、僕の船が沈んでしまって、はい、本当にたくさんの人に迷惑をかけてしまって、はい、申し訳ないなっていう気持ちいっぱいです。すいませんでした。っていうような会見をやってたね。あ、そうなんですか。うん、あ、当たってた。すいませんでしたまで。すいませんでした、当たってた。やっぱり。僕ね、でもニュースが流れてきた時、はい、4月1日だったもんだからさ。あ、エプリルフールじゃないですか。そう、嘘だと思ったんだよ。嘘でしたよね。本当だったんだよね、夕方のニュースで見て。いやー、たまげだね。本人大丈夫かなと思ったら、はい、本人は沖縄に言ってたんで、大丈夫だったんですよ。嘘みたいなニュース。本当ですよ。本当にエプリルフールになって。そう、2018年4月1日に燃えて。でもね、本当にあの燃えたんだけどさ。はい。ただ船としては立派な最後だなって思いましたよ、僕は。はい。やっぱあの船だけに最後まで舵を取ったってことで。あ、うまい。うまい。これが言いたかったんですよね。いやいや、うまい。でもそれを英語にしてくれって言われても、うん、うまいことやれません、かけられませんよ。そうなんだよ、2つの意味が ね両方こう、うん、説明しなきゃいけなくなっちゃう。ね、これはうまいこと英語ではハマらないタイプです ね、うん、ですね。それは悲しい話ですね。サッドニュース。じゃあね、はい、僕が好きな映画があるんだけど、はい、あのやっぱ僕海の男だから、海の男、海を舞台にした映画、はい、釣りバカ日誌ってのがあるんですよ。ああ、釣りバカ日誌ね。そう、釣りバカ日誌のね、はい、主役が西田敏行さんっていう俳優さんで、はい、でその方があの浜ちゃんって呼ばれてて、浜ちゃんでね、はい、あのその浜ちゃんのセリフでいいセリフがあるんで、はい、それを今日は英語にしてもらおうかなと。はい、うん、魚は、はい、食べてあげることが供養なんです。へえ、そうだです、そうだすね、だってそうですね。そう、本当はね、長いセリフがあるんだけどさ、うん、魚は食べてもらうのが供養です。はい、それをちょっとじゃあ英語にしたいんでお願いします。あ、供養ですっていうのはちょっと難しいですけど、うん、Fish which was eaten by people、うん、is gonna be a god。 お、なるほど。はい、どうぞ。 Fish was eaten by
the people, it's because of it's gonna be God. すごいですね、ゆうぞうさん。いや、わかんないよ。合ってる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 。合ってる合ってる。もう書いてみましょうか。Fish which was eaten by people is going to be a god。それを西田敏行さん風に言ってみますか。はい、すごい。お魚さんはね。え、日本語？日本語？え？お魚さんはね。もちろん大丈夫で。食べられることが供養なんだよね。はい。フィッシュ。なんだっけ？Which was eaten? Fish was eaten by people. It's going to be a god.ちょっとやりました。なかなか難しいね。難しいですね、それでは、はい、またねー。